today。さて今日は、兄ちゃんこと新原さんをゲストにお迎えして、ラウドネスのこの夏のヨーロッパツアー、様々なエピソードがあったんじゃないかと思います。今日も、素敵なヘアスタイルで新原さん、どうも。どうも。いつの間にかブランニューヘアスタイル。はい、あの前回のツアーでですね、はい、ライトニングストライクツアーだったんですけども、はい、で80年代の当時を衣装とともに髪型も再現しようってことになりましてね、はいはい、でもうズラだと、量的にもね、ズラ、いろんな意味でね、もう不可能ですから、ズラをかぶろうってことになりましてですね、あら、でここ2年ぐらいそのアニバーサリーツアーではズラをかぶっておりました。あ、そうですか。でもいらないじゃないですか、はい、ズラだったら、はい、ということでもうバッサリ。あ、前までズラだったの。ズラですよ、アニバーサリーツアーの時は、俺髪伸びるの早いなと思って。いやいやいや、いきなりあんなもん増毛したらびっくりしますよ。いやいや、なんかどんなあのヘアのなんか薬使ってんのかな、ちょっと聞きたいなと思ってたんだけど、ズラです。あれを作ったんですよ。あ、作った、もう専門の方に頭のサイズも測って。今じゃあその板前風のヘアは、はいはい、これナチュラル、長渕剛と言ってもらえない長渕剛さんはい、なんかいいね。あ、もうね、僕ものすごく癖毛なんですよ、もともと。それで、うん、もうそのズラかぶる前はですね、もう2ヶ月に1回は直毛のね、うん、あれをかけ、白髪の白髪染めの黒くしたりとか、うん、ここ10年ぐらいやったんですけどね、うん、もうそのままズラしたら解放されましたね。なるほど、楽だわ。え、ちょっと待って、ズラってこの10年くらいやってたの？いやいや、やってないですよ。ズラはこう3年アニバーサリーで、アニバーサリーをサンダーのツアーから。 あ、そうなんだ、あのあれを再現しようっていうことで。いや、だから、ね、久しぶりに会った時に何にも変わってないなと思ったんだ。だから、あ、いやいやいや、すいません、どうも。いやいやいや、騙しておりました。びっくりしました、さて今日はですね、はい、なんとラウドネスのツイッターでこの番組のことを知り、聞いてみようと思って今聞いていますと、はいはい、18歳の柏に住んでる乙女。18歳ですか。俺ね、ラウドネスに18歳の女の子のファンいたって驚いたわ。いや、驚いた、ね、いる？いや、初めて聞きます。いや、初めてじゃないの。少ないだろ。娘がだって私、私の娘がだ、同い年ですから。あららら、まあ、ちょっと若いですけど。T さんっていうね。名前 T、まあいや、T さん、柏の18歳ね、学生の方。はいはい、いやいやいや、まあいろいろ来てるんで、ちょっとね、あの質問もありますね。ちょっと軽く行きたいのは、はい、実は、皆さんね、ハリケーンアイズの30周年記念版をタワーさんで予約したと。はいはい。というのはね、この方は藤沢さんって女性なんですが、40代、はい、私はジェラシーまでアナログ版でしか持っていなかったと。なるほど。だから近頃の30周年記念版でやっと CD でラウドネスを聴いているとそれまで全部アナログで聴いてたんだ。すごいですね。でターンテーブルがまだ活躍してるってことでしょ。あれ、そうだ、針はどこで手に入れるんだみたいな話ですよ。そうだよね、裁縫の針じゃダメだからね。ダメですね。なるほどね、赤野郎みたいな話ですよ。なんかそういえばヨーロッパツアーイタリアからで、そう、今回なんかね、イタリアでいきなりなんか下痢したかな、こんな感じ調子悪くてなんか倒せなかったって。いや、ね、僕あの毎朝ですね、コーヒーを飲むんですよ、はい、すごい量飲むんです。その代わり薄いコーヒーを毎朝飲むんですけど、あら、その調子でですね、うん、イタリアのホテルのモーニングっていうんですか、はいはい、あの朝ごはんのところ、はいはい、ガブ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 ですね、あのなんかあの濃いこういうあるじゃないですか、イタリアのエスプレッソ、エスプレッソの濃いやつ、うんうん、あれを10杯ぐらい飲んだんですよ、立て続けに。あら、家にいる時みたいな調子で、うん、うまいうまいっつってね、なんか炭みたいなやつを、うん、はい、したら昼間からですね、動悸がしましてですね、カフェイン中毒になりましてね、バックンバックン、もう全力すすとした後みたいな感じになって、それでどういうことなんですよ。それでね、ものすごい灼熱だったんですよ、うん、イタリアが、うん、なのに、ゾクゾク震えが来てですね、あ、体温調節ができなくなる。どうも大変でしたですよ。どうしたの結局。いや、もうで、そこそれでもう具合が悪くなって、その時で体調崩してね、最悪でしたよ、もう。いや、だって、ええ、その日ライブじゃないでしょ、だって。ライブです。うライブですよ。その、もうね、だから、その、もう、ステージのそばで、あの、横でですね、もう本番のね、15分ぐらい前に、もう具合が悪くなって、もう動悸でしょ。うん、こ緊張してるのかな。でもこんなことなの初めてで。でもこれドキドキしてるのもうさ、何万人のオーディエンスの前でそれ以上ドキドキしないで。いや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 、それでね、あとね、うん、その室内だったんですよ、はい、体育館もでっかい感じで、あ、そうね、その中が多分あれね、体感温度でね40度を超えてまして、うわ、湿度もすごかったし、なんでこんな日にイタリア人メタルのねライブをするかなって。これ拷問ですよ、拷問。いやいや、彼らは平気なんだよ、平気なんですか、ね、平気ですよ。
まあ、楽しいんですかね、あの中で聞いてて。楽しいでしょ。僕はもう久しぶりに、ね、死ぬかと思いました。4曲目ぐらいで。いやだってね、そのくらい平気で。ゲルマンは泥の中のバッケンですから。そうですね、平気平気全然。いや、まあ、泥は涼しいじゃないですか。で涼しい。寒いよ、寒い。いやほいで、なんとかその日こなしたの。いやいや、それで、うん、まあ、声は絶好調で、あれ？ライブは絶好調だったの。ただそのね、なんかドキドキと動機と寒気がしばらく続きましたね、うん、頭痛と。で、やってるうち治ってきたの？治んないですよ。ね、1週間くらい具合悪かったですよ。だからね、そのね、あの、コーヒーのカフェイン中毒と熱中症も僕おっしゃる。どうやら医者の友達に聞くと。なるほどね。それね、200%熱中症だよって言われて。あらあら。それで大変でしたよ。で、次の日が、あれですよ。あのスロベニアっていう国へ。スロベニア、まだこれ初めてですか？初めてですよ、うん、涼しかったんですよ、そこはね。スロベニアがものすごい涼しかったのは良かったんですけど、うん、天気はね、うん、もうライトニングスナックスですよ、うん、大荒れで、いい、ね、まさにもう朝、もうフェスの当日、うん、朝もうドカーンボーンと、もう今日の東京みたいな感じですよ。なんか ね、お宅のマネージャーからなんかメールやってた時に、なんかこのままあのこの雨だと大変なことになるけど、なんとか過ぎ去ったとかっていろんなこと言ってた。すごかったんだってね。大変な、本当にね。で、僕らはメインステージだったんですけど、はいはい、でそこは僕らの後マリーヌ・メイソンとか出る予定だったんですけどね、はい、それ もう3万人ぐらいのでっかいステージ、直撃しましたね、雨とその嵐が、うん、それで使用不可能になって電源全部飛んで、復旧に8時間かかるという話、うん、でもう予定したらまた全部キャンセルになって、うん、で我々のコンサートもどうするって。でもね、わざわざね、日本から来てくれたから、なんとか君たちのライブをスロベニアのね、我々主催者としてはやってほしいっていう、どうなんとかなんないかということで、サブステージがあったんですよ。それでも5000人ぐらい入るんですけども、うん、そこでやってくれないだろうかって。なるほど。それ使えないからね、そうそうそう、サブの方に行ってくれと。だからサブステージですごいいい時間やらせてもらったんだけど、うん、そのステージでやるはずだったバンドがあったわけですよ。はい、そろそろ。そいつはどうなったんだろうかなって。いや、もう帰っちゃったんじゃないの。いやいや、多分後ろへ後ろへ ずらしてくれて、あのラウデネスを入ったことによってね。そう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 、申し訳ないことしたなと思うんだけど、なんか温かい気持ちを味わってるね。いや、それがね、でもね、もうライブを始める直前まで大雨で、サウンドチェックみたいな、まあ、15分ぐらいあるんですよ、うん、転換でね、ドカーン雨、まあ、やっぱ降ってきましてですね、うん、お客さんがね、前列1列しかいないんですよ。こんな広いところでどうするんだと。いや、いない。20人ぐらいしかいないぞと。これやばいなと思って、これ YouTube で上げられたらもうラウデネス終わったなって言われるなと思って、ね、そしてライブ始まったんですね。来たろ、パーンと晴れて、また来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 たよ。それでもう1曲目2曲目でお客さんがどんどん増えてきて、もう3曲目だともう満タンで、本当に、もうすごい、もうラウドンスコールで、まずもうイタリアとスロバニアでドラマ終わってんじゃないの。具合悪い中やりきって、嵐の中やりきって、大体もうそこで終わってんじゃん、お話は。いやいや、もうそうなんですけど、あとですね、はい、あのミュンヘン次の日行きましたですよ。はいはい、どうですか。これもねフェスだったんですけど。あ、そうなの。いや、これがまたですね、どうした、ラウドンス35年やってますけどね、はい、私ね、ベスト10に入るいい賞したなと思って、これね、ほぼもうあのヘッドライナーに近い感じの時間もらえて、はい、いい時間でやったんですけど、ちょっとすごい発言ですね。これフリー&イージーフェスティバルってやつでしょ、ここでやった今年のライブは生涯のラウドネスのベスト10入る。入る。個人的にはね。いやいや、いいんだよ。個人だった、新原さんの感想だから、初登場何位くらいですか。初登場4位くらいいっちゃう。またもういきなり、いきなり4位、それでね、あのサンクチュアリっていうアメリカのバンドが、はいはいはい、一緒に出てるんですよ、はい、うん、彼らが初めて見たみたいですね、もうクイズゲーになって、うん、お前ら噂に聞こえるもすごいバンドやなっつって。なるほど。でもうすごい楽屋で大盛り上がりました。そうですか、ちなみにあの生涯ベストワンのライブってどこですか。それはですね、そのミュンヘンの、また全部今年に関わってくるの、ミュンヘンの次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 の、ちょっとまた順番でいこう、おいで何、ミュンヘンの後どこ行ったの。その後あのチェコ、プラハ、チェコですね。なんかさ、すっげえいろんなとこ飛んでるね、こんな感じで。いや、意外とそうでもないんですよ。あ、そうなんですか。あのドイツとね、チェコと、そんなにほど離れて、まあ、離れてますよ、うん、離れてますけど、離れてるけど、そうでもない、思うほどではない、思うほどではない。なるほどね、チェコどうだったんですか。チェコはね、ワンマンで、もうこれももう大盛り上がりで、大合唱でよかったんですけど、このね、イベンターのね、呼び屋さんがね、ラウドネスの大ファンでね、車をですね、ラウドネスの、何ですか、その、あの、塗装にして、我々のアーティスト写真ありますよね。あれをボンネットにダーンとこう、ペイントして、街中を練り歩いて宣伝したっていうね、本当にすごい人がいるんですよ。すごい。ものすごい。本当ラウドネスか
ですか、横から見たら矢沢さんじゃないの。いやいや、それに近い感じで。あ、そうなの。もうすごい、もうすごいね。そういえばね、プロモーターといえば、今日 T シャツプレゼント、ヘッドバンガーズオープンエアのね、あの T シャツプレゼントやってるんですけど、なんかここってマネージャー、お宅のマネージャー聞いたら、オーナーの自分の敷地を開放してフェスやってるって。そうなんですよ。で、僕らヘッドライナーだったんで、オーナーのリビングが楽屋だったんですよ。来てくるやつって。何それ。そうなんですよ。で、あの、どうどうもってね、うん、あの、まあ、主催の誰々ですって挨拶して、これ全部俺の土地だって言われて、当てて、リビングが控え室なの。僕らの控え室与えてくれたんですね。おろヘッドライナーで、それで話聞いてたら、ものすごい広大な土地を持ってて、俺が主催してるんだっつってね。ヘッドバンガーズ結構10年ぐらいやってる、イベントらしくて、20周年だよ。20周年か。20周年、びっくりしますよ。3日間のヘッドライナーが、もうラウドネスだったということ。それでね、80年代の、ブリティッシュニューウェーブオブヘビーメタルの、ファッションあるじゃないですか、革ジャンの後ろにワッペン貼りまくった、ああいう人たちがね、4000ぐらいドゥンカーッと集まるんですよ。すごい。あのままの、もう日本ではね、もう絶滅されたという。本当に、あのね、ファッションが。それどっかでタイムマシーンの穴があってさ、入ってて過去に行ったんじゃないの。いや、本当にもうみんなそんな感じ。マジ。もうあのゲルマン人の、あのごつい体のジージャンに、革ジャンのロングヘアのちょっとハゲかかった、太った親父がドッカーンと撮影に出るんですよ。さすがヘッドバンガーズオープンエアだね。すごい、もうね、こういうことなんだ。ノリどうなん、ノリは。ものすごい。すごいの。エグかったですよ。エグい。エグい。これまたいいコンサートして、ラウンド絶好調で。何ですか。もう。さあ、それで1位に行くのから、どんどん。それですね、ヘッドバンガーも良かったんですけど。うん、生涯1位だよ。生涯1位。1位で言ってみるんです。生涯1位だったら、今までのコンサート見て、涙号泣した人たちで、2チャス行こうって言った人、全部ダメになっちゃう。いや、80年代の私、20歳代のコンサート、それはそれでまた、ね。それはそれでね。僕、今57歳ですから、この57歳のおっちゃんがですね、頑張りましたですよ。じゃあ1位どこなの。このね、発音できないですよ、これ場所は。これはチェコなんですよ。チェコの、オストラバっていうところなんですけど、ここのコンサート絶好調だったんですよ、これ。あら、アーチエネミーとやってた。アーチエネミーで、僕のアトミアーチエネミー、アーチエネミーとだって一緒に写真アップされてたよ。でも僕らの時間が長かったんですけどね、持ち時間が今日10分でね、すごいいい時間、9時かなんかその辺の出て。チェコかよ。すごかったですよ。ものすごい。何がすごい。お客さんがですね、もう1曲目からこの熱さ、もうそのメタルが好きなんだ、ラウドネスが好きなんだっていうこのオーラがですね、大合唱とですね、ラウドネスコール、もう曲が終わるとですね、ラウドネスのコールがもうずっと終わらないんですよ。あら。で、またこのライブが、私35年やる。ナンバーワン。ナンバーワンですね。いや、つまりさ、そのお客さんのノリ、それと自分の歌、もう含めて含めて、もうバンドも良かったんですけど、まあいろいろね、まあ、高崎さんのギターアンプは自分のアンプじゃないし、ドラムは自分のドラムじゃないし、ベースはっていう問題ありましたけど、でもね、そんなもん、こう、テクニカルのことは置いておいて、すっごいラウドネスの、こんなグルーブ、いい、その、なんていうかな、メタルのね、熱いコンサートっていうのは、久しぶりになんか、ね、なんかマイケラムって横で見てたらしいよ。もう皆さん横で見てましたですね。これが、ナンバーワンですか。私もう35年間やってて、初日が出ましたです。本当ですか。なんかオーガナイザーが小学校の頃にハリケーンアイズを買って、それからのファンだったっていう説があるんです。そうです。あのスタッフがですね、横にライトニングサイズのジャケットを持ってですね、PA のモニターエンジニアとか、ロディの機材の人たちが、みんなライブ中にこうやって旗持ったりとか、旗持ってこうやって振ってみてるんですよ。本当ですか。それオーガナイザー単なるファンじゃないですか。そう、ほとんどそうですね。単なるファンですかね。本当ですか。あの、まあ初日ね、イタリアでその濃いコーヒーいっぱい飲んでちょっと体調崩したっていうけども、食べ物とか平気なの。チェコで寿司食ったって話も聞いたけどね。チェコもまたお寿司食べましたけど、僕基本的にね、あの、あんまり食べないんですよ、ステージ前は。あ、ステージ前バナナとスニッカーズなんですよ、私。スニッカー、バナナとスニッカーズがビフォーショーの前のエネルギー補給、午後の私の食事はそれだけなんですよ。ほんで、ほとんど、で、ヨーグルトと、はい、ほとんど食べないようにして、やっぱハングリーで行くと。いや、内臓お休みでやけど。そりゃそうだよね。で、終わったらどうするんですか。終わってもヨーグルトとバナナでみたいな。僕はですね、終わってもそれでいいの。ヨーグルトバナナあれいけるんだ。いや、ここ数年ですね、生ものだとハムと